今日はどうでした？ダメダメ、まあ、休み明けですか、ね、ゴミみたいなライニングだったみなさんこんにちは、ゆりです。今回はいつもと少し違った動画です。こちらは普段の私の練習風景なんですけども、実はちょっと思うようにいかなくて苦労しているところです。皆さんも今日の騎乗はうまくいかなかったなぁと思って落ち込む時あるのではないでしょうか。私もかれこれ20年近く馬に携わってきていますが、うまくいかないことはもうしょっちゅうあります。いつもは乗馬上達のための動画が多いんですが、今回はあえてあまりうまくいってない時の私をご覧いただこうと思います。今まで乗馬に関する解説動画をいくつも作ってきましたが、ああいった動画は馬のコンディションがいい時になるべく撮影するようにしています。それに加えてできるだけ分かりやすくするために、乗り手の姿勢が崩れた時や馬がつまずいた時は編集でカットするようにしています。この映像は私がマロンに乗っているところなんですが、駆け足が出なくて苦労しています。この日は2日か3日ぶりの運動なんですが、マロンは特に運動の日にちが空くと全然前に走ってくれません。シートで押し続けないと止まってしまいそうなので、一生懸命正反動をしてたりするんですけど、いまいち反応がよくありません。今考えると、脚で合図を出して早足のペースが速くならなかった時点で、もう少し無知や音声浮上を使って脚にしっかり反応してもらうようにすればよかったなと思います。この時は折り返し手綱という柔軟性を促す補助器具をつけていたんですが、これによって馬が動きにくくなっているのではないかということで折り返し手綱を外しました。外すと駆け足がスムーズに出るようになりました。折り返し手綱は正しく使うことでより良い馬の動きを引き出すことができる道具なのですが、この時のマロンの状態では折り返し手綱は逆に馬の動きを妨げていたのではないかということが考えられます。初めはなかなか前に走ってくれなかったマロンが、終盤ではしっかり駆け足で前に走ってくれたので、100点満点の出来ではありませんが、その時のベストを尽くしてそれなりにいい形で終わることができたのではないかと思います。乗っている時は必死で気がつかないんですけど、体がすごい内側に傾いてるなとか、もう一個あぶみを伸ばした方が脚が当たりやすかったんじゃないかなとか、後で見ながらいろいろ気づきます。なので自分の乗っている姿を見るというのはすごく大事なことだと思います。私自身、自分の感覚と実際の動きが結構ずれているので、動画を見ながら修正するようにしています。自分が乗っている動画を見ているとできていないことばかり気になってしまいますが、できていることを把握するのも大切です。前回できなかったこれができるようになったと自分のレベルアップを確認することで、自分自身の乗り方をより深く理解できるのではないかと思います。インストラクターという人を教える立場になっても、自分の乗り方には迷うし、もっとこうすればよかった、ああすればよかったと思うのは昔から変わらない気がします。今こうして約1ヶ月前の乗っている自分を見ていても、もっと違うことができたなと思うわけなんですが、結局過去に失敗したからこそ違うことにチャレンジしようって考えられるんですよね。うまくなっていくためにはトライアンドエラーを繰り返しながら、自分の技術の引き出しを増やしていくしかないんじゃないかなと思っています。うまくいかない時の原因は乗り手はもちろんですが、馬のコンディションにも左右されます。
人間で例えると普段の生活でめったに走らない人が突然ランニングをするとフォームが悪かったり疲れて長くは走り続けられなかったりといった問題が起きますよね。馬も前日がお休みで厩舎から出ていなかったりレッスンが続いて疲れていたりといろんな理由で体の動きが悪いことがあります。うまくいかなかった理由を自分の乗り方だけに限定するのではなく、その日の馬の調子を含めて総合的に考えられたらいいなと思います。それこそ経験豊富な人なら、動きがあまり良くない馬を15分、20分乗っただけで柔軟にして、人の指示にすぐ反応するような状態にできると思います。ですが、私はまだそこまでの経験はないので、馬に対して1回の運動で大きな変化を求めるのは難しいです。今の私の技術面を考慮すると 2,3 日続けて運動することで馬をいい状態に持っていくことができればいいのではないかなと考えています。私たちが今までハウツー動画で紹介してきたことを常に正確にできているかと言われると絶対にそんなことはありません。今日は全然いい姿勢で乗れなかったなんて日もたくさんあります。うまくいかない時期がしばらく続いて落ち込んでしまう時もありますが、いつもと違う馬に乗ってみたり、いつもと違う指導員に意見を聞いてみたりすると自分にとっていい刺激になるかもしれません。視聴者の皆様と一緒に私たちも少しずつ成長できるといいなと思っています。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が面白かった、馬乗りたくなってきたぞと思ったらぜひいいねお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。